ヒロモスです。パース巡り奈良青西ボリューム4、日本三大夜景若草山山頂です。今回は倍速なしです。よくやる目隠ししている気分で奈良公園の上、若草山山頂です。夜景スポットですが、昼間も綺麗なんですよ。まだです。まだ我慢です。まだ前見ない。いや、視界って見ちゃった前。はい、このように奈良盆地が一望できます。ちなみにここも鹿をところけちめぐりで見つけた場所、藤原くんが好きな場所、かりんとうですね。若草山ドライウェイで車で来れます。まあ東大寺からも上がってこれますがね。なんとも言えない幻想的な風景です。ここにも鹿はいます。奈良公園のよりおとなしいですよ。はい、こんばんは。スルーされました。しかし鹿はかわいいですね。山ちゃんの声でしゃべる鹿はいませんね。寝床に帰るのかな。はい、鹿は春日大社の使い魔です。竹三日土のね。はい、このように山頂にある古墳です。うぐいす塚古墳。ラブラブしてまーす。チェッって顔してましたよね。本当にここのは優しい鹿さんです。そしてこれが奈良の夜景です。宝石箱やって感じですよね。
本当に綺麗です。奈良らしく派手じゃないのが良い。当たり前ですが、自分の目で見た方が綺麗ですよ。以上、パース巡り奈良青鬼吉ボリューム4、若草山山頂日本三大夜景でした。よろしければいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。ヒロモスです。